フランコ・コスタンソは、アルゼンチン・コルド・バ州リオ・クアルト出身の、元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。2000年に、CA ・リーベル・プレートとプロ契約を結び、同年にトップチームデビューを果たした。翌2002年に、政治 k に選ばれたことから、多くの人々から、才能のある GK と見られるようになったが、怪我に、悩まされ、 復帰するとヘルマン・ルクスが背番号1をつけて、セイジー・ケイの地位を確立していた。2005年、スペインのデポルティーボ・アラベスに移籍した。アラベスではすぐに、セイジー・ケイを任されたが、チームが2部に降格するとホセ・マリア・サル・メロン監督から、トランスファーリストに乗せられたことを聞かされた。2006年7月、ベテラン・ジー・ケイ・パスカル・ツベルビューラーの後釜として、 移籍金140万ポンドで、スイスの FC バーゼルに加入。2006年7月30日、FC ザンクトガレン戦でデビューするも、失態をしたことで2から3で敗れ、良いスタートを切れなかった。しかし、シーズン後半は、復調を見せ、チームの最優秀選手に選ばれた。2007年11月8日、UEFA カップの NK ディナモザグレブ戦では、 スタディオン・マクシミールの敵対的な雰囲気の中で無失点に抑え、アウェーポイントを獲得に貢献。リーグでは優勝をすると2007から08シーズンは数多くの賞賛を得た。2008年7月17日、2008から09シーズンが開幕する前日にキャプテンに任命され、2011年までの契約を更新した。 2008年7月18日、キャプテンとして初めて臨んだ BSC ヤングボーイズ戦は2から1で勝利し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。2009年8月9日、1から1と引き分けた FC チューリッヒ戦後にチームメイトのベグ・フェラティと乱闘を起こした。二人はピッチ上で主張し始めると、フェラティはコスタンソを押しのけ、コスタンソはフェラティの髪を引っ張った。 状況がエスカレートする前に他の選手たちは二人を引き離したため大臣には至らなかった。その後、クラブから罰金とスイスサッカー協会から3試合出場停止の処分が下った。バーゼルに在籍した後シーズンでリーグ優勝3回、スイスカップ優勝3回タイトルを獲得。リーグ戦で141試合を含め公式戦で200試合以上に出場した。また、 UEFA チャンピオンズリーグでは2008から09、2010から11と2シーズン本大会に出場。カンプノーで FC バルセロナ相手に1の1で引き分け、スタディオオリンピコでエースローマ相手に3の1で勝利するなどアウェーでのビッグクラブ相手に活躍した。2011年5月25日、バーゼルで最後となった試合では、コスタンソの後継者に選ばれたヤンゾマーと87分に、 交代でピッチを後にする際にスタンディングオーベーションで見送られた。2011年6月9日、ギリシャ王者のオリンピアコス FC と3年契約を結ぶことが明らかになり、11日に移籍した。引退した名手アントニス・ニコポリディスの後釜と見られていたが、半年後の2012年1月26日に双方合意で契約が解消された。 2012年5月21日、コスタンソは特に理由を告げず現役引退した。2013年6月30日、チリのウニベルシダ・カトリカと1年半の契約を結び、現役に復帰した。コスタンソは、U-17 代表として1997、FIFAU-17 世界選手権に全員4試合、U-20 代表として 1999FIFA、 ワールドユース選手権に全員4試合に出場した。2003年のエクアドル代表戦で A 代表デビューを果たした。イタリアの市民権を有する。コスタンソはカルラと結婚し、チロという名の息子がカズトと、エマとゾーイの娘が2人いる。3人の子供たち全員がバーゼルで生まれている。ABCFCB ハットバイツアイネンズビ。 エザッツポートレートフランココストンツォ、マッチ、レポート NK ダイナ、モザグレブ FC バーゼル1893、ウェンティムメイツファイト、フランココストンツォ VS ウェックフェラーティ、コストンツォゲッツ3、マッチバンフォーヘアプリング FCB、トレントズイヒホンコストンツォ AB、コストンツォコンプレッツオリンピオコススイッチ、オリンピオコスアンウンセス、ターミネーションオブコントラクトウィズフランココストンツォ2、 ウンレティーロプリーマトロ、フランココストンツートリッドチャーク、フランココストンツオ FCB、コストンツオツームドリテンワルファータージャワードン。ありがとうございます。